ディフェンバキアの一種であるディフェンバキアスティディの花ディフェンバキアは里芋科に属する熱帯植物の一種。社交の悪影響をさほど受けないことから室内における観葉植物として育てられることが多い。名前はドイツの科学者エルンスト・ディフェンバッハにちなむ。噛むと毒液で下に炎症が起き、会話をできない状態になったりすることから、英語では ダムペーンとも呼ばれている。熱帯アメリカを中心に20の30種類が分布する。多年草で多肉質の茎が枝分かれして2メートルほどの高さまで達する。葉の形は長楕円型から卵型で、葉の表面に白色、黄色、薄緑色などのブチ模様が不規則に浮かぶ。他の里芋科と同様に仏園棒を持つ。繁殖には刺し木や鳥木が適している。 暑い気温と湿気のある環境に親和性が強い。観葉植物として育てられるディフェンバキアは暑い時期を除いてほとんど室内で育てられる。育成には日光を必要とするが窓から漏れてくる程度の光量で構わない。気温が摂氏5度を下回る環境では枯れる恐れがある。苗床から屋内に移す時には植え替えた方が良い。育成においては 適度に湿気のある肥沃な土壌が必要とされる。葉は周期的に丸くなって落ち、新たな葉をつける。土壌の栄養不足などの問題が生じると、葉の色が黄色に変わる。また油虫や肌荷が集まりやすいので注意が必要となる。ディフェンバキアの細胞には、周酸カルシウムの結晶が含まれる。葉を噛むと、この結晶によって熱感が起き、後半ができる。 不死を生じるという報告もある。子供やペットの動物が、ディフェンバキアの葉を噛むことによって、多量のよだれが出たり、口の炎症が起きたりすることがあるが、いずれも症状は軽微で、人命に関わるほどではなく、鎮痛剤や、抗ヒスタミン剤で治すことが可能である。胃の洗浄などはほとんど必要ないと指摘されている。過去に、ディフェンバキアの毒性の影響を受けた患者の症状は、 ほとんどが軽微で、大掛かりな治療は必要ではなかった。また、その患者の大半は5歳以下の幼児であった。オックスフォードディクショナリーズオンライン、ジャーナルオブトキシコロジー、クリニカルトキシコロジー29、485-91、1991、19 ABCD、トキシシティ、プランツ、カラディウム、ディフェンバキア、アンドフィロデンドロン。 EMEDICINE.MEDSCAPE.COM ピアニッシモ5 2009年3月17日閲覧 GN ルーカススリランカジャーナルオブチャイルドヘルス2008アーカイブされたコピー2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年3月17日閲覧 a b ヒューマン＆ エクスペリメンタルトキシコロジー、ボリューム15、ナンバー3、245から249ドイ、10.1177、096032719601500310。ありがとうございます。